看護実習が辛いです、応援メッセージをください。いや辛くても頑張ってください。今後 私も多分お世話になる可能性もあるので、はい、頑張ってください。性欲を消す方法を教えてください。もったいない、消しちゃうんだ。それはもう仏門に入って1年間本当にね、1年なり2年なり3年なり本当のお修行をされるのがいいと思うんですけど、性欲を消すっていうのと断酒はまた違うと思うんですけど、要はシンプルにやっぱり多分こういうことを言う方は男性が多いと思うんですけど、もう本当に一生消していいんだったら金玉取るっていうのは俺はいいと思いますけどね。やっぱそれによって不幸になってる方もいるにはいるので、違う生き方を、あとこの方が何歳か分かんないですけど、あと10年20年なり30年なり性欲ない方が幸せになるなっていうのが見えたならね、外科手術頼るのもいいんじゃないですかね。外出するとナンパやキャッチなど声をかけられることが多く悩んでいます。自分の気弱な雰囲気が原因だと思い、そういった弱々しい雰囲気が出ないように自分なりに意識していますが、なかなかうまくいきません。楽しむために外出しているはずが、帰宅すると精神的にものすごく疲れてしまいます。何か対処法があれば教えていただきたいです。はあ、だいぶすっとんきょな格好をするのがいいんじゃないですか。で、顔バレしないようにへんてこな格好をして、めっちゃトリッキーな顔が隠せるようなメイクとかして、でもそれでね、目的の場所に行ったら多分楽しくないでしょうね。そんなに声かけられるんだ。誰かと一緒に行動すると声かけられづらいと思いますけどね。でも一人がいいのかな。でもナンパキャッチってのはもう数ちゃなんで、堂々としててもされるときはされると思いますけどね。ちょっとそれ分かんないね。この人がしこたまルックスがいいとかの可能性もあるから、そうだとしたらちょっと自慢になっちゃうもんね。ちょっと対象な分かんないですね。すみません。いろんなジャンルのおすすめの本が知りたいです。読みます。勧めたら読んでくれるんだ。私の周りでちゃんと読んでる人が一人もいないんで、ぜひ読破してほしいんですけど、今はねネットで読めるんですけど、 iPhone の取扱説明書を最初から最後までちゃんと読んでほしいですね。そういう人に会いたいですね。あれを読んでる人っていんのかな。今ネットでね、手元に来ないですもんね、紙では。 Q&A 形式で多分アクセスしたら全部出てくるぞ。あれを全部読破してほしいですね。 Q&A 読破したとってマジで役に立たないんだよあれ。7月より公務員として働いている19歳です。安定を求めて公務員になりました。しかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず、仕事をしながら勉強しようと考えています。実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、無謀な挑戦と思いますか。いや別に思わないですね。そういう人はまあいるし、そんな無謀じゃないと思います。ただ時間はかかると思うんですけど、でも19歳だったらいいんじゃないですか。全然まだ取り返しつくと思うので、10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか。少なくとも弁護士になれなくても、その法律の知識はまあまあ役に立つでしょう。7年間好きな人がいます。でも関係を壊したくないから思いは隠しています。はあ、関係を壊したくない気持ちとどんどん欲が出てしまうの両方を満たすのは不可能ですか。不可能でしょう。なんですかね、関係を壊したくない、そのパートナーとかの関係ではない、恋人っていうわけじゃないんですかね。でも好きなんですね。7年、この方がおいくつか分かんないですけど、7年経って進展ないなら多分脈はないんじゃないでしょうか。おこがましいですが、人からすごいとか羨ましがられるとか尊敬されないと自分の人生って価値がないなと思ってしまいます。立派な仕事をしているわけでもなく独身で、この先生きてて肩身狭く感じそうです。私の考え方って生きづらいですか。私の考え方って生きづらいですかっていうのは私に聞かれても困ります。はい、あなたが生きづらいって思ってるってことなんですよね、この文面から察するに。いやそれはもう頑張って、じゃあその欲求を満たすものになるしかないと思います。同僚がある日整形をして目がパッチリになっていました。気づいた時はびっくりして何も言えなかったのですが、整形のことを触れてもいいと思いますか。いや整形してきたんだと触れた方がいいでしょう。人に見せなくて整形したんだから、あ整形したじゃんって言った方がいいですよ。それで怒るやつはなんでじゃあ整形したんだっていう話になりますから。整形したんだっていうのは事実なんで、別に口にする分にはそれがデリカシーないとは僕は思わないです。パッチリになったんだから、パッチリ、目パッチリしたねって言われて嫌な気はしないでしょ。なんでそこ触れんのよだったら、いやパッチリすんなよって話なんで、触れてあげた方がいいと思います。うわめっちゃパッチリしたねって言われたら、悪意なく言えば別に悪意に捉えられないと思います。
フロリダ君に取られてくるやつは多分それで失敗したでしょそいつ。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越す他に解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何、洗濯してねえんじゃない、逆にくせえもん干してんじゃない。引っ越す他に解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないと方がいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか、俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね。天才が認められたら本当の天才ではないということですか。急になんか変な疑問から入ってきたん。一般人が天才を認めるってことは一般のセンスが天才に追いついてしまったってことだと思うのですが、そしたら一般の中の優れた人になってしまうんでしょうか。なんだろう、ウルフ賞とかノーベル賞とかすごく科学的に優れた業績を出す人って一般の人でも全然わかんないじゃないですか。何やってんだろうって追いつけないと思うんですけど、そういう天才も全然いると思います。ただ大谷翔平さんみたいにスポーツとかもうすごくわかりやすく何が優れてるかっていうのがわかるタイプの天才もいると思います。天才にもいろんな天才がいるってことじゃないですかね。職場に人によって態度を変える人がいます。挨拶も私がすると蚊の鳴くような声で返事です。上司や敵に回せないような同僚には元気な声で挨拶しています。あ、イラッとすると。イラッとしないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。上司や敵に回せない同僚っていうのはその人にとってメリットがあるんだから、体力を消耗してでも大きな声を出すってことですよね。あなたはその人にとってメリットがないから体力を消耗しないようにするために声が小さいってことじゃないですか。それが事実です。同僚よりもその人にとって大事じゃないっていうだけの話ですね。そりゃそうじゃない。社長来たらみんなハキハキ挨拶するじゃないですか。イラッとするんじゃなくてがっかりした方がいいんじゃないですかね。やばい、下に見られてるっていうふうに考えた方がいいと思います。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか。ちなみに40歳ですが内面は小学生の頃と変わりませんって書いてありますね。多分もう手遅れなんでそのまま生きた方が楽しいと思います。だって今小学生なんですよ中身が。40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいのでそのまま過ごした方が多分いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです、こっから大人になる。大人にならなくても生きていける才能が何ならあるようなのでそのまま生きた方がいいと思いますけどね。どこで勉強するのが好きですか。喫茶店ですね。全然人のいない喫茶店とかが好きです。家は嫌いです。コメント返しシリーズをよく拝見していて思うのですが、カズレーザーさんのいい意味で適当な考え方はどのようにして身についたものですか。先天的なのか後天的なのか詳しく知りたいです。適当に答えてるのはこのコメント返しだけです。普段面と向かって相談されたらちゃんと答えてます。コメントなんで適当に返してるだけですよ。大事な人の相談にはちゃんと答えてます。はい、僕にとって知らない他人だから適当に答えてるだけです。自営業です。身の回りに日本は出る杭は打たれる国だと憤る個人事業主の方やベンチャー企業の方が何人かいるのですが、事業を行う土地としての日本についてどう思われますか。個人的にはこうして怒っている方々って打たれるような出方しているタイプの杭に燃えるので、変にビッグマウスを吹き散らかさずにもっと息を潜めて虎視眈々とやればいいと思います。個人事業主ででも出る杭は打たれるって言われるぐらいだから結局税金の関係じゃないですかね。それ以外別にこの方たちも日本に生まれて日本語を使ってる以上は日本の方がやりやすいことは多いと思います。本当に海外行くとすぐ海外行ってるし、海外で勝負できないだけの人なんじゃないかなと思いますね。日本は競争がそんな激しくないからやりやすいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ税金とかの話なのかな、売り上げとか。それ以外はあんまどこでやっても変わんねえんじゃねえかなと思いますね。カズさんはテレビやラジオそしてこの YouTube でも成功しているように見えるんですが、いや俺はどれでも成功してないですね。
普段頑張らないスタンスで活動しているとしても実際は成功しているように見えます。だから見えるだけじゃないですか。それは単純に目にする機会が多いから成功しているように見えてるだけじゃないですかね。ハロー効果とはまた違いますけど、単純に、まあ、よく目にすれば勝手に人間は好意を持つので、いっぱい目にすればポジティブに思えるんですよ。人間ってよく目にしてくれてるだけだと思いますね。全く僕のこと知らない人に僕の現状を見せたら、こいつ何もやってねえなって多分思うだけだと思います。数年後にアラフィフになるというタイミングで去年から通信制の大学生になりました。へ、今までで勉強会に逃れようと背を向けてきた自分だったので勉強のやり方がいまいち分かってません。テキストを読んで過去問をやる、これでいいのでしょうか。テキストを読んで過去問をやる、いいと思います。授業があるわけですね、通信制の大学とはいえ。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで、特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思います。経済的には一人っ子がいるのですが、もう一人産みたいなと思ってしまいます。でも子供にも学費の心配をさせたくないのと、自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。日本の将来を考えると、やはり経済的な余裕を取るべきでしょうか。あ、どういうことだ。自分の将来じゃなくて日本の将来、日本の将来が、まあ、このまま不景気が続くから経済的な余裕を取るべきでしょうか。そんな景気に左右されるお仕事をされてるのかちょっと分かんないですけど、単純にもう自分の中で答えが出てるんですね。自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。多分学費とか経済的なっていうよりも自分の余裕がっていうのは結構大事だと思うので、別に諦めてもしょうがないんじゃないかなと思います。日本の将来考えると、日本の将来が急に好景気になったとはいえ、全部の家庭が裕福になるわけじゃないので、あとは別に日本の将来が暗いなと思ってても経済的に余裕がある人も全然ざらにいるので、あんまそこが直接の理由にはなんないんじゃないかなと僕はこの文章から思います。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく、未来が漠然とした状態でこの先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか。夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばね、この部活がしたいとか、なんかこの制服がかわいいとか、偏差値が高いとか、それも漠然とした状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で、自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのに、ちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで、他の人よりリードできることもあると思います。就活がきつくて親のコネで入社した新社会人です。漠然と今の仕事は好きではないし、そのうち社内でも立場なくなるのが分かるので自立して転職2回書いてある、転職したいのですが、その手間を惜しまないほどやりたいこともなければ何かできるスキルがあるわけでもない人間です。どうしたらいいでしょうか。親のコネで転職したらいいんじゃないですかね。転職はできないの。親のコネで入社できるって最強じゃないの。でもなんとなく、まあ親がね、立場が弱くなっていくってことなんでしょうね。そこまで強い立場でもないというか、親が経営者ではないという感じなんですかね。いや、漠然と今の仕事続けるしかないんじゃないですか。何もしたくないってことですもんね。何もしないでしばらくいましょうよ。多分どうにもなんなくなりますから、そのうち。その時に焦りましょう。焦ったことがないのにね、焦る方法を教えても、まあ、どうせ焦ってくれないと思うので、一回追い込まれた方がいいんじゃないですかね。
でも親がこれ持ってるぐらいなんで追い込まれても多分なんとかなるので、一回追い込まれましょう。その時また考えたらいいんじゃないですか。うわ最悪ですね。彼氏がゴムをつけてくれません。今まで妊娠させたことないから大丈夫とか低い確率を怖がっていて、これだから女は論理的じゃないから嫌だとかいろいろ言われて毎回丸め込まれてしまいます。こんな時どうしたらいいでしょうか。そうですね、どうしたらいいか別れるのが一番いいと思います。なんで付き合ってんのそんな人と。絶対別れた方がいいと思いますよ。いやそれでも本当に暴力的なことされてるとかだったらもちろんすぐに訴えてください。そうじゃないならすぐ別れてください。究極に疲れてると自分の履いているパンツを脱いでクンクンしてしまいます。なんか落ち着くんですよね。なんでなんでしょうね。私のカエルも好きみたいで丸めて投げてあげるとおもちゃにして遊んでいます。むっちゃわかるわ。なんですかね、自分の中の臭い匂いってなんかむちゃくちゃ魅力的に思いますよね。そんなに不思議なことじゃないんじゃないですかね。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することもありくではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくてそのツールとしての英語でしょ。だからそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういう語教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません？プログラムとかそういう方だと思うんで、こういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。現在私はコミュニケーション能力、主に笑いとお客様への共感性を特に重要視される少し特殊な接客業に勤めています。質問なのですが、どうすれば自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつも相手との距離感を壊さない、繊細さも忘れない絶妙なバランスを保った会話をすることができますか。こんな硬い文章を書かないでください、共感性なんでしょ。でもっとゆるっとした文章でいいですよ。笑いが重要なんだ。じゃあ普通にだってそのね、現場でずっとお客さんに接してれば必要とされるジャンルの話術とかってなんとなく分かっていくもんじゃないですか。それが分かんないんだとしたらちょっとそれ笑いのセンスとかじゃない気がしますね。あ、自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつもって、自信を持って主張はしない方がいいと思います。寒い関西人みたいになるんで、それはゴリゴリで押されても困るんで、もっとふわーっとした方が笑いやすいです。いつかクイズプレイヤーとして強くなって、私と勝負することを宣言します。はい、なるほど。そうですか。いや宣言されてもな、もっと強い人を目指した方がいいと思いますよ。競技クイズは競技クイズの、ね、強い人がもっと強い人山ほどいるし、映像を見て答えるクイズは多分僕相当強い方だと思いますけど、でももっと強い人は多分いると思うし、東大王的な形式だったら東大王の人の方が強いと思うし、クイズプレイヤーって言ってもね、どのジャンルかによると思いますよ。もっと上目指してください。そうね、なんかめちゃめちゃ強い人になってほしいですね。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというか、やっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。留年についての価値観が聞きたいです。将来をどれぐらい考えてるかなんですけど、いい会社入って定年まで、まあまあもちろん会社は変わったり転職はしたりすると思うんですけど、社会人のイメージが会社勤めの人、会社人だとしたら留年はあんましない方がいいと思います。日本の昔からの社会制度とか会社の仕組みですよ、その年功序列制度で考えると年収ってのは基本的には上に上がっていくようなグラフを書くじゃないですか。で一番高くなった時に退職するんですよ。ここが留年することで1年
入社が遅れるとちょっと前で退職するんですよね。一番高い地点がどんどん前に来ちゃうんで、早めに会社に入った方がいいです。これはもう昔からの日本の会社の価値観ですけどね。ただ今おいくつなんだろうな、ちゃんと転職とかいっぱいできる社会になるかもしれないし、そういう働き方目指した方がいいと思うんで、そんなに留年気にしなくてもいいと思いますね。ここのは我々が就職するときにみんな考えてた意見なんで、もうだいぶ古い考え方だと思います。留年気にしなくていいんじゃないですかね。無駄な留年はしない方がいいですよ。お金かかるから。遊んでて留年するやつはもう大学辞めた方がいいですからね。そういうんじゃないな、留年は別にしても気にしなくていいと思います。ただその試験に落ちちゃったとかそういう留年はやっぱ勉強が足りてないんで、それは避けた方がいいと思いますね。やる気が出ないから勉強したくないとか言ってる場合じゃないくらい受験が迫ってきて怖いです。やる気が出ない時はどうしたらいいですか。はあ、でもやる気が出ないんですか。やる気と勉強を分けて考えるのがいいんだとは思うんですが、どうでしょう、分けられないですかね。いやー、でもやる気が出ない、やりたくないのはもうしょうがないですよね。やりたくないもいっぱいありますけど、勉強しなきゃいけないこととやる気があるないがちょっと混同してるんじゃないですかね。やる気なくてもやった方がいいと思います。もちろんモチベーションが高まってる状態で勉強した方が効果は出るんですけど、モチベーションが低い状態でもやらないよりやった方が効果は出るので、やらざるを得ないっていう風に考え方をシフトするのがいいんじゃないですかね。とりあえずこの動画とかこのコメントを書くのをやめた方がいいですね。もう基本的にだからスマホとか捨ててもいいと思いますね。今大事に思ってるものって10年後マジでいらないものが9割ぐらいなんで、はい、とりあえずスマホ解約しちゃってもいいと思いますけどね。その方が勉強できますよ、どうやったって。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですが、おすすめのバイトありますか。どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生だと一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力が必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉、指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね、怒られないと思うので。進学後に部活と勉強を両立させたいです。勉強が好きになる方法などありますか。部活と勉強を両立させたいですっていう文章で部活が先に来てるってことは部活の方が好きなんでしょうね。で、勉強が好きになる方法ありますか。好きじゃないんですよね、現在。好きじゃないものを無理やり好きになる方法ってのはなかなかないと思います。まあ勉強、試験勉強がうまくはまって点数が伸びるとか、そういうなんか分かりやすい旨味が見つからないとなかなか好きにはなれないと思います。まあ今部活の方が好きなんで、部活一生懸命やっていくのでいいんじゃないですかね。好きになんなくても伸ばす方法を見つけるのが一番いいですね。将来を見据えて、あ、この部活続けても将来あんま役に立たないなって大人になるっていう方法もあります、ね、片方好きなものがあるともう一個好きになるのって難しいので、人間そんなに器用じゃないので複数を好きになるのってのはなかなか人生経験豊富な大人じゃないとできないので、部活を嫌いになってその分勉強好きになる、もしくは勉強が嫌いでも成績が伸びる方法を見つけるのどっちかじゃないかなと思います。他人に興味が持てず、周囲の人があの人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めた目で見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障をきたすものなのでしょうか。実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障をきたすのは一個はコミュニケーション不足、もう一個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。
昔は人と話すと楽しかったけど今は人と話すと疲れてしまいます。特に職場のおしゃべりな人に絡まれやすく、話が長い時は次の日ベッドから起き上がれなくなるくらい体も心も疲れてしまって仕事を休んでしまい悪影響が出ています。どう対処すればいいんでしょうか。それはハラスメントとして訴える以外ないんじゃないですかね。喋られただけでそんなことあるか、単純に今心が弱ってるかだと思います。話したいことがあっても勇気が出ないときどうしたらいいと思いますか。勇気であり何なりっていうブレーキが働いちゃうってことはそこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。何をするにしてもまず失敗することを予想してしまって実行できません。起こるわけないと思ってもやっぱり怖くて一歩踏み出せません。完璧思考をやめてトライアンドエラーできるようにすればどうすればいいんですか。トライアンドエラーができる人も失敗することはもちろん想定してます。だからトライアンドエラーっていうのができるんですね。完璧思考ってのはつまりトライ&なんだろう、成功、挑戦したら成功みたいなことを想像してるんかもしれないですね。そんな人はいないです。失敗しても平気な状況をまず作るべきですね。そしたら、はい、怖さとかじゃないんで。地理と政治経済の勉強は分かりません。多分この書き方だと学校の勉強、高校とかね、受験までの使い方なんだと思いますけど、政治経済はもう 100% 暗記科目なので別に同等でもなります。あんまり政治経済で長い文章を書かせる、まあ、栄養入試とかじゃない限りあんまりそういう系のやつってないので、全然暗記で基本なんとかなります。そもそも政治経済で暗記で答えが出せないようなやつを学生受験生に聞いたところでろくな答え返ってこないので、多少記述があるにせよそれの模範解答もある程度決まってるのでそんなに深いやつはありません。分かんない、東大とかで何かあるのかなとか京大とかであるのかなってのは知りませんけど、基本的には大丈夫だと思います。地理もほぼほぼ暗記でなんとかなるんですけど、ちょいややこしい問題も出てくるので、まあ、そこまでは勉強法が分かりませんってレベルじゃないと思うので、とりあえずまるっと覚えちゃうのが楽だと思います。対応できないやつは対応できなくても合格点が達するので、まあ覚えればなんとでもなります。漫画を読んでいるというと本を読んでいることになれと言われるのはどう思いますか。いや、なんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね。同じテーマで書いてあって、新刊一冊読むのと同じテーマで書いてある漫画コミックス10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね。そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなことをやつは無視していいと思います。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか。まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない、起きれなくても。また多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをされた時に引いてしまい何も言えないことが多々あります。特に職場ではそう言われると困ります、何々だから何々だと思いますがなどと言えるようになりたいです。なぜかはわからないのですが稀に言える時もあります。言えないままでいると相手が調子に乗るのが多いので言えるようにしたいです。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをする人っていうのは話が通じない人なんで、そういう人にこういう口答えはしない方がいいと思います。どうにもなんない人はいますからね。言えないままで調子に乗るのが多いので言えるようになりたい。いや、もう高圧的な人ってのはもう調子に乗りたい人なんで、正論で注意しても多分聞かないんですよ。でそういう人が排除されない会社の構造になってるんでしょうから、いや口答えしない方がいいと思いますね。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか。いや、気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、
っきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルっていいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水のノートぐらいしかないので、それがいいと思います。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時ありますが、どうしたらいいでしょうか。職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたいんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください。本、映画、音楽などにおいて気に入った作品ばかりを長期間繰り返し見てしまいます。もっとさまざまなジャンルを幅広く知りたいと思うのですが、なかなか手が出ません。何か良い方法はありますでしょうか。いや、好きなの見たらいいんじゃないでしょうか。偏っちゃダメなのかな。本、映画、音楽から得られるものってのは基本的に娯楽なので、それだけで何か変わるもんでもないので、好きなのを見続けるのがいいと思います。さまざまなジャンルを見て幅広く知りたい。本、映画、音楽で、まあ、入り口になるから、まあ、幅広く見た方がいいし、流行りものを見といて損はないと思いますけど、好きなものがあるなら別にいいんじゃないでしょうか。先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですか。こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか。普通にあると思います。その彼氏が何を求めてるか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、でその彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人ってのはいます。ただ需要がより多い体型ってのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったら、その彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、ただそこまでも彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持ってて、うなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しゃ多分います。高卒で就職してから2年が経つんですが、趣味という趣味が全くなく、始めても続かないことが多いです。ああ、僕もないです。趣味は頭が悪い僕でも続けられる趣味みたいなものがあればぜひ教えてもらいたいです。いや、なくていいじゃないですか。なんで作りたいの趣味ないならないでいいんじゃないですかね。私は20代中学教員です。激務で辛く感じており、今後も続けるかを悩んでいます。朝7時から22時までの仕事、それ以上の日もありますと。体力持たないです。休日出勤もあり、なかなか休めません。しかし子どもたちと関わる時間や成長していく過程、授業することはやりがいを感じており、とても好きです。また自分自身に合っている仕事だと思います。労働条件に不満なのだと思います。この先仕事内容が好きだから続けるか、それとも労働条件に納得いかないから辞めるか迷っています。カズレーザーさんからアドバイスいただきたいです。不満が出てるんだったら辞めた方がいいと思います。それは労働条件に納得いってないということなので、はい、仕事内容が好きだから、お金以上に好きなものがあったとして、でも暮らしていけなくなるんだったらやめた方がいいと思います。他にもっと稼げる方法があるなり、効率のいい収入を得る方法を見つけて、その中で別の方法で子どもたちに携わっていく道を僕は探します。収入でも大体の収入というのは、まあ我々も分かるので、基本的には割に合わない仕事だと思います。先生ってのはそれぐらい大変なので、僕はやりません。ただ誰かがやんなきゃいけないのでね。僕はやめた方がいいと思います。本当に収入に合ってない、本当に割に合わない大変な仕事だと思うので、先生っていうのは行動を起こしてもっと収入を上げた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。質問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか。いや、個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど、教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果が高いと思います。圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いって人とか、もっと発展的なものを学びたいって人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。じゃあちょっと
インスタの方のコメントいっぱいいただいてます。やっぱ親子さんとかの質問が多いですね。寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか。目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、足片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。大学4年です。卒業まで1ヶ月ほどとなりました。残りの学生生活でしておいた方がいいことありましたら教えてください。1ヶ月でできることっていうとね、だいぶ限られてると思いますけど、まあでも1ヶ月まるまる使えるんだったらさっさと職場の近くに引っ越した方がいいと思います。卒業式とかああいうのってあんま出ても、まあ僕も出たんですけど、結局意味なさそうだなって思って出たんですけど、やっぱり意味なかったんで、サクッと新しい生活に1ヶ月早く慣れた方が得るものは大きいんじゃないかなと思います。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか。恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、まあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できず、ずっと溜め込んでしまうんですが、どうしたら誰かに相談できると思いますか。そんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ適当に答えるんだからこっちは第三者的な感じでね、相談するのがいいと思いますけどね。よく、まあ、対応されるテクニックじゃないですか。自分の悩みなのに、なんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね。分離の選択に迷ってます。私は理系に進みたいと思ってるんですが、定数的には全体的に文系か評価が高い傾向にあります。どっちを選んだら、またはどういう基準で選んだらいいでしょうか。理系を選んだ方がいいと思います。利点するのは難しいんですけど、分点するのは簡単なので。分離の選択で迷う場合、将来とかの、ね、要素じゃないですもんね。文系の学部に進む方っていうのは基本的に理系に行けなかった人が行くので、はい、最初は理系を選んだ方がいいと思います。最初からその先が見えてるんだったらこういう質問は来ないと思うので、基本的には理系に行けなかった人が文系になってると思って、少なくとも学部選びではそう考えて差し支えないんじゃないでしょうか。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか。マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うんで、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいから、ざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。いろいろな物事を気にしすぎてしまいます。どうしたら改善できるでしょうか。気にしなくな、もうそんなに気にすることあります。今持ってる連絡先とか家にあるものとか半分ぐらい捨てるのがいいと思いますよ。何かをもう物理的に半分にすると気になること減るんで。カズレーザーさんこんにちは。私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が湧かず、月2ほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます。見解をお聞かせください。週4が当たり前が金払ってるのかとか、パートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだから、それは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。25歳大卒社会人4年目です。大学卒業、地元の会社に入社したのですが、会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じます。しかし周りの人には恵まれてます。長期的に見ると将来性も薄いので転職を考えていますが、こんな動機でいいでしょうか。何が転職の動機ってことですか。転職の動機なんて何でもいいですよ。今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ。芸能界で優秀だなと思う方は、
山里さんとバカリズムさんと、若林さんって僕は結構こういう質問の時は毎回言ってますね。このお三方に憧れてる。一番最初芸能界入る時憧れたのはもう上岡龍太郎さんなんですけど、その後憧れの対象として見てるのはそのお三方ですね。あと最近この人は憧れるなと思ったのが小倉智明さんですね。特ダネの最終回の最後、スタッフロールの中でカンペも何も見ずに今の自分の気持ちを言うこともなく次の番組の展望と期待とそしてスタッフのねぎらいの言葉をあんだけ縦板に見てさらさらと喋れる人って日本国内探してもなかなかいないと思うんですよね。73歳という年齢も関係なくあれだけ喋れる人ってやっぱすごいなと思いますし、憧れましたね。憧れるのが遅すぎたなと思いますね。自分の感情とか自分の知識を喋るのってすごい簡単だと思うんですけど、誰かのことをもんぱかったことをさらさらと喋るのってすごく難易度が高いんですよね。それをあれだけできるっていうのはさすがプロの喋り手さんだなと思いましたね。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり集中力もなくて一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか内容の理解も悪く身になっている気がしません。なるほど。一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。周りの人に私の悪口を言うのに誕生日にお祝いのメッセージを送ってくる元彼って何を考えているんでしょうか。またチャンスがあったら軽くやりたいなと思ってるだけだと思いますよ。他人に好かれる人間になるにはどうしたらいいですか。うわー、わかりません。でも自分が好きじゃない人を好きじゃない人に好かれても困ると思うから、もう博愛的にいろんな人を好きになるのがいいんじゃないでしょうか。まだ八方美人は嫌われるって言うけど、普通にツッケンドンのやつらは八方美人の方が少なくとも上なので、とりあえず八方美人になるのがいいんじゃないでしょうか。大切なものを失ったり辛い経験を乗り越えないと本当の強さは得られないのでしょうか。私は受験や仕事など失敗しないように努力してきました。薄い人生なのでしょうか。なんで失ったり辛い経験しなきゃいけないんですか。そういうのをしないためになんか歴史学んだり人の話聞いたりするわけじゃないですか。先人のね長い話聞いたりしてそれを自分の知識にするわけで、ずっと幸せな方がいいに決まってるじゃないですか。辛い経験なんかしないに越したことないです。ポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか。二次元の世界みんな好きっすね。今のね思考パターンとか脳みそが3次元の中で成立してるんで、2次元の世界に持ってことは絶対無理なんで、もう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。春から新卒でプログラマーになりました。職場では周りが賢すぎて一を聞いて十を知るような人たちばかりです。そこで自分のバカさに気づいて悲しくなるということが最近よくあり、なんとか自分も理解や論理思考力を上げたいと絶望しています。少しでも賢くなるのはどのような方法があると思いますか。プログラムの勉強をするのがいいんじゃないでしょうか。こういうところにそういうのを書き込むのは時間がもったいないと思います。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったりいろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか。文章つながってる。大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと。同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。漠然と海外移住したいと夢見ていたのですが、実際は特別なスキルもなければ専門職に就けるほどの頭もなく現実的じゃないと思い、諦めるしかないのかなって考え始めました。ですがこうやって夢を持ったのが初めてだったので、なかなか諦めきれません。自分の中でどう折り合いをつければいいのでしょうか。はあ、
諸外国から日本に結構安い賃金で働きに出てきてる方いるじゃないですか。移住っていうのは別に必ずしも裕福なケース以外にもいっぱいあるので、腹さえ食っちゃえば別に移住はできると思います。なんかそうじゃなくて、幸せな海外移住がしたいってことは多分幸せな暮らしがしたいってことだと思うんで、それは今の日本でもなかなか特別なスキルや専門職じゃなかったらできないかもしれないので、全然諦めるとかじゃない気がしますね。現実を受け入れるかスキルを磨くしかないんじゃないですかね。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで、子供たちもこのままゲーマーの道をたどり、ろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるのでしょうか。はい、いや父親がゲーマーだったら、まあそれはゲーマーになりますよね。だってね、お父さんはゲームばっかしてて、でもなんとなく生きていけるんだから、僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことって、それは聞く耳も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから、子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。いやだって勉強より、逆に勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いやこの環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね、娯楽の王様だった時代、やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね。どうやって自分が勉強したかっていうと、単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね、一瞬でも得意になればね好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。現在無職です。親には専門家大学には行きなさいって言われてて、私もどっかには入らないといけないなとは思っているんですが、現実的にできることでやりたいことが何もなく、毎日YouTube しかやってないです。もともとは声優を目指してはいたのですが、親に絶対になるなって否定されてから何も見つからないです。ここから先が何も見えなくて不安です。どうすればいいでしょうか。毎日絵やってんだったら絵で食えばいいんじゃないですか。副業的に今絵はお金に変わりやすいと思います。さっき AI の話が出てきて、クリエイターの価値が見直される時期になってると思うんですけど、でも実際に絵を描けるっていうのは1個の能力なので、で絵が描けた方が AI にどういう指示を出したらいいかとかはやっぱ学びやすいと思うので、すごい潰しが効く能力です。頭の中の理想像を二次元に起こすっていうのはやっぱすごい能力なので、絵を描き続けたらいいと思います。あとは絵と YouTube やってるんだったらね、おじいちゃん先生じゃないけど、絵教える YouTube どうですか。もっともっと初心者向けのこと教えてほしいんですよね。すげえスキル見せるのもありなんですけど、投資系のビジネス系のね YouTuber とかもそうなんですけど、めっちゃ儲かってる話か、誰でもできる入り口の話がやっぱ需要はあると思うので、そこそこの人のそこそこの話ってやっぱ一番ね、その人の人間的な魅力でしか勝負できなくなっちゃうので、やっぱすっごく入り口なところをやったらどうでしょうかね。まあでもそれでも収益化するのはなかなか大変だと思うんですけど、何も やることないとそれがいいと思います。早起きのコツ、早寝ですね。学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか。学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるので学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わらないんじゃないかなと思いますね。根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、とんでもねえな、根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、でその人を無視すればあの子は性格悪いって言われるし、仲良くすれば悪口言われる。仲良くしても悪口言われるんかい。じゃあいいだろう、もう仲良くすんなよ。高校を中退して大学受験のモチベーションの上げ方が分かりません。もう中退したってことはもう覚悟あったんだから、モチベーションなくてもとりあえずやった方がいいと思いますよ。今とりあえず画面閉じて参考書目の前にあると思うんで、それを解いてください。どんなことでも大抵あなたが天才じゃなかったら1時間同じ作業を続けるとモチベーションって勝手に上がってくるので、それを
習慣づけるのがいいと思います。そうすると眠くなくなったり飽きたりしなくなるので、それがいいと思いますね。今モチベーション低い状態で結果出す方法を考えた方がモチベーションを上げるハウトゥーをなんか勉強するより楽だと思いますね。モチベーションが上がったところで勉強効率が2倍3倍になるわけじゃないと僕は思うので、いろんなこと調べてももちろんモチベーションが高いに越したことないんですけど、モチベーションがマックスの状態を維持する労力っていうのがまず難しいと思うんですよね。まあ瞑想とかいろんな方法あるとは思うんですけど、それを身につける時間が受験勉強、受験っていうゴールがあるなら、人生全体で考えたらモチベーションを自分で操作できる方法を身につけるメリットは大きいんですけど、受験っていうその先、その手前にゴールがある以上は、モチベーション低い状態でも効率のいい勉強なりなんなりをした方がいいんじゃないかな。モチベーションでちょっとあんまエビデンスが2倍、その勉強成果が2倍になったみたいな話っていうのはちょっと僕が知ってる限りあんま聞いたことないんで、もしかしたらあるかもしれませんけど、そしたらその方法を実践してください。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか。ちゃんと風呂入ってんじゃねえかよいいじゃねえかよそういうもんだろうよ、楽しまなくていいよ、ささっと入って出てこい努力していると考えている時点でお前には才能がないと上司に言われた。自分は納得できていません。はあ。僕もそう思います。努力ってのは才能がない人がすることなんですけど、才能がなくても結果さえ出ればいいので、まあ、結果が出てれば別に上司が何て言うか関係ないんじゃないでしょうか。才能なんかない人がほとんどなんで、なので努力してるので、はい、別にこの上司は間違ったことは言ってないし何も言ってないようなもんですね。気にしなくていいんじゃないでしょうか。11月に留学の選抜試験で特技がある、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、このままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てるんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですか、ね、とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。合計200点のテストで110点を取っている人でも今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか。もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないってのは多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれません。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません。ちょっとブルーな時でもウフフと笑える言葉を教えてください。僕はジョイマンさんの柴崎幸美幸が一番面白いですね本当哲学的な面白さですね。最強に面白いと思います。あのフレーズもうなんか無限の広がりを感じる言葉だと思います。なんか AI とか発達してジョイマンさんのネタ読み込ましたらなんか煙吹いてぶっ壊れるんじゃないかなと思いますね無限の可能性を秘めてるというか超広がる言葉だと思います。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。あーなるほど、文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね、しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。大学生です。会話をすることに苦手意識があります。彼氏は本好きで哲学や政治法律といった多様な分野の話をしてくれますが、私はその話を全く展開させることができません。一応10で返すところが話の内容の分からないところを聞いて理解するのが精一杯です。対等に話ができるようになりたいのに読書始めましたが、彼に追いつくのは難しいと考えています。お互いの知識より差がある場合どのように話を広げていけばいいんでしょうか。いやこれはだから彼氏がそもそもこれ会話が下手なんじゃないですか。あなたが会話苦手なんじゃなくて、なんでそもそもこの方が哲学や政治法律とも知らないのにその話をしてくる時点で会話が下手ですよね。会話っていうのは相手がキャッチしやすいボールを投げる、で相手のにも
キャッチしやすいボールを投げてもらうっていうものなので、相手が取れない、ね、そんないやらしいコースの球投げるやつとキャッチボールして面白くないですからね。これは別にあなたが会話が下手なわけではないと思います。すごい喋るの上手かったり、プレゼンが上手い人ってやっぱすごい今増えたんですよ。プレゼンであったり動画で喋ったりするの上手い人が増えてきたんですけど、そういう人が喋りが上手いわけではないんですよね。あの人たちはもうインプットしたものをアウトプットする能力がめちゃくちゃ長けてるだけであって、あと速さがあるだけであって会話が上手いわけじゃないんですよ。なんかよくわかんないけど、人気ある飲み屋のお姉ちゃんとかで本当に全然喋んないけどうんうなずいてるだける子みたいのがおっさんから人気だったりするじゃないですか。やっぱキャッチするのが上手い人の方がね、会話って上手いんですよ。でゆっくり噛み砕いて一個一個返せばいいんで、1を10で返す必要なんかないんで、1を1で返してくれればいいんですよ。そもそもこのね、相手が10投げてくる時点でどうかしてるんで、1ずつ交換し合うのが会話なので、そんなことを気にする必要はないです。話は広げなくてもいいですよ。別に今のどういうこととかでも別にいいので、で一個一個ね、分かんないことを潰していけばいいので、もう普通にゆっくり喋ってください。で分かんないことは分かんないっていうのが大事です。で相手が喋りすぎてたら、ちょっと喋りすぎですって言ってあげるのが大事です。それが楽しい会話です。もう一回人生をやり直せるとしても、カズレーザーを選びますか？全く同じ人生だったら選びます。ただ単純に僕として生まれて全く違う人生なんだとしたら、別に僕として生まれてくる理由がないなと思います。全く同じ人生でもそんなに不満はないです。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。いや俺もうこれ俺が知りたいぐらいです。俺もう本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです。どうしたらいいでしょうか？解約しなさい。昔から悩みなどを人に相談することが苦手なのですが、どうやったら思っていることを人に話したり悩みを相談できるようになると思いますか？悩みを相談するのが苦手なことをここで相談してくれてるんですね。不思議な構図。悩み相談ってまあお金払って聞いてもらう以外ではね、された方も困るだけなんで、悩み聞いてくれたらこういうメリットがありますっていうのを先に提示した方がいいんじゃないでしょうか。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか？なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですが、その後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。私は息子の将来に大きな期待はなく、生活している、していける職業につき幸せに暮らしててくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るので、どうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり、今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか？モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校を受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時にやっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんなが同じレベルなんで進学校って、やらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれても全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼれるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いやもう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。お母さんなんで全く勉強理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、
多分な、まあ、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか。でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。下がってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。10月で30歳になるんですが、いまだに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってのはただの制度なので。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。